はい、じゃあよろしくお願いします。今回は受験対策動画で、タイトルすいません、関数の第18弾お送りします。直前まで図形と関数ずっと迷ってて、図形って書いちゃったんですけど、やっぱり関数かなと思って変えたんで、あんな感じになってますけどね。で、今回はこの問題取り上げていきます。で、4問ありますので、できそうな子はぜひ動画を止めてやってみてください。で、ちょっとね、厳しいのがある方は、今からね、この後、画面を下げて解説やっていきますんで、聞いてもらえたらと思います。いいかな？じゃあ、早速ね、まず1番からやっていきますので、どうぞよろしくお願いします。では、画面ちょっと下げますんで、お待ちください。よいしょ。早かった。ちょっと下げすぎたかな。この辺で行きますか。では、このね、問題は、まあ、最初のね、止めて見てもらっても構わないですし、あとはツイッターとかでもね、貼っておりますので、ちょっとうまくチェックしてみてください。で、今回の問題は、どっかの都道府県の過去問をちょっとそのまま使わせていただきました。すごく個人的にいい問題だなと思ってね、ちょっと取り上げたくって、そのままね、いつもはちょっと問題とか数字変えたりすることもあるんですけど。よし、で、確認していくと、まず、図形がありますと。で、AB が8センチ。これ書いておこうか。ここ8ですね。で、90度はまあいいか。って書いてあって、P が、A を出発して一定の速さで AB、BC、CD で D まで移動する。まあ、動点の問題ですね。動く点の。で、A を出発してから X 秒後の3点 APD、まあ三角形 APD ですね。の面積を Y とするときにグラフに表したらこうなりましたよっていう。じゃあその時に問題解いていきましょうという問題なんですが、まず1番。今回問題にその P がね、毎秒何センチっていうのは記入されてないと。で、それをまず求めなきゃいけないんですよね。で、結構このタイプは珍しくって、もしかしたらここでちょっと止まる子も出てくるかもしれないです。慣れてない子なんかは。そう。で、これ1番が解けないと、その人かなり厳しくなってしまうので、ここで止まるときついですよね。だから受験の時とかに頭がパニックになってしまうようなタイプの問題かもしれないです。人によってはね。で、どう考えるかっていうと、まずこのグラフです。もともと動点の問題っていうのは有名なのは長方形です。こうやってね。で、ここが台形になってるからめんどくさいんですけど、今回。で、長方形の時も、こうやって A, B, B, C, C, D って、まあ、3つの辺を移動するタイプが多くって、それをグラフに表すと、だいたいこう、登って、真横に行って、降りるっていう、3段階になるんです、これ。で、今回は台形になってるせいで、ここはちょっと斜めになるんですけど、結局は、1、2、3っていう3段階に分かれてる、グラフもね。で、それは、A, B のところ、P がね、ここを移動してるときが、登ってるときなんです。BC を移動してる時がここのちょっと斜めなんです。で、CD の時がこの下ってるとこなんです。そうやって切り替わるの。面積はね。で、今、ここです。ここ書き直すと4の20ですよね。ここは分かってる。ってことは、もちろんこれ登り切ったところっていうのはこの B にたどり着いた時です。こうやって移動してきて、B の時が登り切ったところになります。ってことは、4秒後に面積20になったんだよね。4秒後にここにたどり着いてるんです。言い換えると、4秒後に8センチ移動したんです。一応書こうか。ちょっとね、自分今風邪をひいてて、咳が止まらないんですよ。で、ちょっと咳込む場面あるかもしれないんですけど、申し訳ない。今ひいて我慢してるんですけど、ごめんね。で、4秒後に8センチ。ってことは、両方4で割れば、まあ、1秒後って書き方もあれですけど、1秒後に2センチですよね。1秒に2センチ、2秒で4センチって進んでるわけなんだよ。ってことは、毎秒何センチですかって言われたら、毎秒2センチですよね。つまり答え。毎秒、2センチメートルと。ここですね。ここを持ってこれるかっていうとこがポイント。言われてみれば、あーってなると思うんですけど。っていう感じ。で、次もね、なかなか癖になる問題が続くんですけど、2番行きましょう。ごめん。次が、BC と CD の長さを求めます。で、まあ、どっちから行こっかな。でも BC から行こっかな。ですね、これポイントは今同じとこです。4秒後に20センチになりました。4秒後ってのは P がここにいるときなので、
APD はこの三角形になります。今 P がここにいるんでね。で、この三角形っていうのは底辺8だね。8、高さはここです。高さは垂直な部分だからね。ってことは高さの部分って BC と同じなの。じゃあもし今 BC を X って置いたらここも X ですよね。なので丁寧に解くんだったら三角形底辺かける高さかける2分の1なんで、底辺かける高さかける2分の1が今20になるんでしょ。4秒後ここにいる時に面積20って言ってくれてるから、それが20になるんだって。でこっち側は約分して 4X にできるので、つまり X は5なので、まず BC の方は5センチと、これで終了になります。これ書いとこうね、ここ5センチです。で次 CD ですね。今ごめん、次3番でこの A と B を出すんで、ここが使えないんだよねまだね。で最後のここです。ここっていうのは全部行って D にたどり着いた時がここなの。つまり言い換えると10秒経ったらここに来るんです。10秒経ったらここに来る。1秒で2センチ進みます。ってことは10秒経ったら20センチ進みますよね。1秒で2センチだから。ってことは、あ、これ D、今3番じゃねえか。D にたどり着くのは10秒後。つまり20センチ進んだところってことがわかります。今、ここ8です。ここ5って出ました。13使ったので、残りは7センチ。この矢印ちょっとね、ここだけ見たらわかんないだろうけど。だから、CD は7センチと、こういうふうに求めることができます。ごめん。で、3番ですね。次が A と B の値です。ここのグラフですね。で、この場所っていうのは緩やかな坂から一気の坂に切り替わるポイントなので、ここです。P がこう移動してきて、ここに来た時がここと同じになります。ポイントとしてはね。で、3番。で、まあ、どう求めるかっていうのもあるんですけど、ひとまず、ここっていうのは8、5ってことは13センチ進んできた時ですよね。じゃあ13センチ進むには何秒かかるのかなって考えるんです。で、これはもう出題者の作ったね、人の意図だと思うんですけど、偶数になったら楽なんですよ。例えば、ここが、じゃあどうしようかな、4センチだとします。8と4、12センチだったら、1秒で2センチ進む。14センチ進むのは7秒って出せるんですよ。これ14割る2ってすぐできるんでね。ん ?14 割る 2? 違う、12割る2か、ごめん、6秒だね。失礼。だけど、奇数になってるから一瞬、んって思う。でもそんなこと気にしない。だって、4センチの時、ね、12センチだったら6秒ってわかる。なぜなら12割る2ってわかるから。じゃあ同じように13割る2すればいいんです、普通に。で、13割る2。で、これはもう単純に割り切れないんで、分数にしちゃいましょう。2分の13ですね。なので、それが A。まず、A は2分の13ってことがわかります。13センチ進むのはそこしかないからね。で、B の方は簡単です。ここは面積。なので、結局ここにいる時ってことさえわかれば、ADP。まあ、この三角形ですよね。なので、底辺。7。高さはこっちと同じ。ここですね。まあ、こっちが正しくは。こうなるから5です。つまり、底辺かける高さかける2分の1。これも割り切れないんで、2分の35。もちろん小数にしても構わないです。B イコール2分の35。これで終了となります。だからこっち 6.5。で、こっちが 12.5 かな。違う。16.5 か。ごめん。でも OK。違う、17.5 だ。ごめんよ。大丈夫かな、俺。17.5 だね。でも OK です。で、ラストですね。ラストは、点 P が BC 上にあるとき、まあ、下ですね。にあるときと固定されていて、そのときに
ABP と APD の面積が等しくなる。それが何秒後か求めなさいという問題です。で、これはちょっと中を使うので一回消しますね、ここで。ちょっと待ってね。よいしょよいしょ。まあ、ざっくりですけど、こんな感じでいいかな。で、まあ BC 上にあるときなので、まあこの辺に適当に置きましょう。ここに P があるとします。ちょっと。ABP、ごめんよ。と APD だね。あ、これは明らかに面積が違うな。まあいいか。ごめんよ。あ、間違った。ここの面積と、この面積が同じなら、あ、もっと右だね、絶対ね。になるときを考えたいと。で、これはですね、ABP の面積を置いて、APD を置いて、イコールでもいいんですけど、多分それでもできると思う。多分ね。で、なんで多分っていうかっていうと、自分がそれでやってなくって、自分はこれ APD がちょっと出しにくいなと思ったの。めんどくさいなって。だったら、これ ABP の方が置きやすいんですよ。後で説明しますけど。だから、さあ、四角形 ABPD。四角形全体を求めて、それの半分になりますよねのが楽かなと思って、そっちで攻めました。自分はね。なので、そのやり方じゃないからダメっていうわけじゃないんで、まあ参考程度に聞いてください。さあ、板書が入るか非常に不安です。いきましょう。まず、四角形からいきます。ABPD ですね。この四角形全体です。で、この全体も台形とかになってないので、ごめん。ここで自分は切りました。真横で。で、この上の三角形と下の台形に分けて計算をしております。で、ポイントなのが、この BP です。ここ。ここを置けるかどうか。動点のすごく大事なところっていうのは、動いてきたところが文字で置けるがルールなの。もう一回言うよ。動いてきたところ。つまり、今 P は、こっからここまで移動してきたんで、ここが文字になる。で、今、毎秒2センチなので、動いてきたところが 2X って置きます。毎秒1センチだったら X です。毎秒3センチほぼ出てこないけど、3X って置きます。つまり、ここが 2X。でも今、ここだけ置きたいので、2X から8を引けばいいよね。ここを取っちゃえば、ここ残るから。つまり、ちょっとこれいいか。これは 2X-8 になるんです、BP が。っていうのが分かったので、まず、じゃあ直角三角、こっちから行こうか。ここは5です。で、ここの長さは8から7を取った1になるので、底辺5、高さ1で計算すれば、2分の5になります。暗算でごめんね。5×1×2分の1ね。で、台形行きましょう。ごめんよ。ここが5なんで、上底、まあ、どっちでもいいけどね。上底足す仮定をすると、2x-3 です。これと5を足してください。上底足す仮定。かける高さ7です。で、かける2分の1なんで、これに2分の7をかけます。かなり省略して申し訳ないけど。で、ここ配ります。配る。3にもね。そうすると 2x に2分の7配るんで 7x です。マイナス3に配るとマイナス21、2分のね。2分のマイナス21とこれをくっつけると2分のマイナス16だからマイナス8になります。これが四角形なので、ごめんね、三角形 ABP いきますよ。結局この ABP、 こいつが四角形の半分になればいいので、ABP は底辺、まあどっちでもいいね、底辺8、高さこの 2x-8 といけるから、こっち待って、こっち底辺しようか。底辺かける高さは8、合ってるよね、8だよね、 OK で、かける2分の1なので、ここ約分して4です。4を配ると、うん、絶対違う配ると 8x-32 とこうなります。で、これが 7x-8 の半分。半分だから2半分、2分の1かければいいから、2分の 7x、こっち半分でマイナス4になればいいので、
これと一致すればいい。あとこれ解けば終わりですもん。いいかな。で、これこっちに持ってくると2分の16くっつけて2分の 9x やか、これ入るか下。あ、入ってんね。ちょっと待って、もうちょっと左から持ってくから。そしてね、今ね、外でね、絶対ピンポンが鳴る、これ。申し訳ない。2分の 9x で、これ持ってくると、28です。で、両辺9分の2で割ると、9分の56となって、これが答えになります。つまり、9分の56秒後ね。いいかな。では今回もね、ご視聴いただき本当にありがとうございました。最後すみません、駆け足になっちゃったんですけど、でまたね、別単元撮っていきますので、もしよかったらそちらの方もご視聴ください。では今回はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。